さあ今回もマジカルポーション工房アルファマンやっていきましょう。さあ結構ねこれ作るのが大変で、ポーションをね自動化してってますけど、なかなかねこの仕組み理解するのに苦しんだんで、前回ね動画10分ちょっとですけどね、50分以上やってましたね。それ次新しく来るのがこれ、まあ、石取りに行かないといけないんですけど、まあ、次のクラフトのための素材なのかな。直接ポーション作りには関係しないですね。さあウィザード来た、マナーポーションある。さあ買ってくれ。おお、やっぱ買うね。よし、多いね、めっちゃ高いね。さあ日課のねボトル取り、1日25しか来ないんでね、全然作れないと思うんだけど、とりあえず、まあ、しばらくマナポーションかな。まあ、これ入れときゃね作ってあげれるんで、よし、じゃあ取りに行こう。さあこのゲームね、キャラがこのアルファ版では2種類選べて、まあ、こいつ魔法使いかバーバリアンっていう戦士みたいなやついるんですけど、戦士とかだとこれ早いのかな、結構ね時間かかるんですよね。でもまあ多分足りると思うけど、もうちょっと取ろうかな。でこれね、この魔法を使うと取れるんですけど、今の例えば、木を切りたいときは斧を持ってやんないといけないんで、なんかその持ってるアイテム装備の素材が取れるって感じで、だこういう木とキノコあるとこに使ってどっちも取れるってことないんでね、案外扱いづらいなって思うんですけど、とりあえずまあいくか。まあ多分足りるっしょ。おローグ買ってないのかな。頼むよおばあさん、ポーションさ乱雑すぎない？空のポーション出てきてるけど、あもう素材ない感じね。はいはいはい、じゃあキノコでしょ。やめてくれそれを。さあ作れるね、お金もあるし。粘土か、めっちゃ大変なんだよな粘土。まあ置きますけど、でも粘土いるんじゃないの、そもそも作ったでしょ。ああその前にそっか、さあこれ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 読まないと。作り方はこれ普通のやつね。これがミキシング、サンドスト、あこれさっきのやつかな、あこれか、これわあ。じゃあもう一個いるんだね。さあこいつ何気にマナポーションを買う、あ HP か、なんだ、いや50安いな。さあこいつに話しかけると拡大ができんのかな。きた、エクスパンドワークショップ、ここよここ。当たんない。え、無理じゃない？石200、ブリック50、木40、木50か。粘土25。ブリック大変だね。多分ここで焼くんでしょ？これ開けれるけどお金しんどいかな。焼いてる焼いてるね。いやオールスタートでいいもんなん、ずっとこれ今ね瓶がないと。ブリックできてるできてる。あそこオールスタートにすると入れるやつがないとダメなんだね。またこれです。これちなみに木使うだけだね。これ粘土入れればいいんですけど、粘土ここにはないか。
てかカッパ俺持ってんね。適当に取ってきたと思うんだけど。あ、来た来た。いや、これできるんだろうけど、行ってくるか、ちょっと。回収会だね。こういうのじゃないんだもんね。あんまりないんですよね。あ、なんかこいつ。ドルイドね。まあ、あいつら魔法、マナーじゃないかな。マナーポーション。さあ、これ集まるかな。集まんない気するんだけど。エキスパンできるわね。めちゃくちゃな量じゃなかった。なんかあんのかね、一発が来てんの。まあ、ポーションに関してはマナの方がいいと思うんで、マナポーションで。もう全部使い果たしたから、素材は。行くなら右の方に行かないといけないね。まあ、カバン角で考えようかな。多分木もいるよね。じゃあここなら、斧にして、やれば火が取れるんで。こうかな。石の方が少ないからね。よいしょーと。ただ店番と、ね、クラフトが自動化されるんで、ね、店番いなくていいんでね、人件費もかかんないと。その点はいいけど、この素材集めもね、アウトソーシングしたいね。一応こっちの設定は冒険ができなくなった冒険者みたいな、引退した冒険者みたいな感じらしいんで、戦闘はね多分ないのかな。ほぼ武器みたいなのも持ってないですからね。蜂とか危険な敵がいるんですけど、まあ、基本はこういう集めるのだけじゃないかな。地道にね、地道に取っていきましょう。でもこの木さ、取れんじゃね。あ、この木ダメなんだ。いけるけど武器がね、また変わってなかったね。インベントリーは入んないや。行こう。ちょっとやってきたけど、まあ、時間がね結構長いんでね。ちなみにこれにするとこうダッシュ回転なんでちょっと早いかなと。まあ、このキノコのやつね。さあ帰ってきたぞと。店は何時までやってるんだろう。こっちか。あ、出てきた。うわ、お前入れないでしょ。さあ売り上げはね、寝たら出るんでいいんですけども。え、ちょっと待って、もう一回見るか。マネージショップエキスパンド。石80個、ブリック50個。あの、これなんだよね。めっちゃかかるね。素材集めだけで、正直、いっぱいいっぱいじゃないかな。まあ、こんなもん、これいらないかな、多分。置いといても使えるんじゃないか。あ、この時間も来るんで、まあ、寝よう。おやすみなさいと。そこでね、今日の売り上げが表示されると。さあ、いくらかな。え、そん、ああ、すげえ、マナーポーション高っ。同じ、ほぼ同じ量で、もう10倍近くの、9倍くらいかな、売り上げ。尋常じゃないんだけど。じゃあマナーポーションしかやらなくない？瓶の数が決まってるんで、1日25って。それを考えたときに、あん
ま余分な方に咲きたくないよね。あ、なんかうまさもあるな。50ね、これあ、デイリークエストか。まあいいやいい、ちょっといい素材取りに行こうかな。ボトル持って、あ、どうしようかな。てか今のでね、これ拡大できるね。あんだけ稼げたらね。あ、まだいける。あ、いける。2万、1000から2万、インフレしすぎでしょ。さあ、でも素材が回復すぐしないよね。せっかくキノコ取ってくるさあ、これ蜂が出てくるんで逃げるしかないね。これ長いことなんか刺されると多分死ぬんじゃないかな画面がこうやって狭くなってくるんで、そうならないように。でこの辺にいいのがあったと思うんだけど、前に撮ってたんだけど、この辺りにマナポーションの素材があるんですが、ないかな。あ、この先だ。ここ狭くなってるんで、この辺だね。うっとしいな。まあ、でも普通にこういうの撮った方がいいか。いや、でも粘土めっちゃいるよね。なんかないのかな。なんかここにジャールはあるんですけど、いいね。よし、この辺をきれいにしていこう。で、前持ち帰れなかったんで、カバン的にね。今回はいけるから。ちなみにマナポーションのやつは青い鉱石なんで下だね。あ、間違えた。早すぎた。よし、また使えるぞ。だ、ここでやっていけば取れると。おい、くたばれ。よいしょ。前より減ってるんで、青が特にないし大変だなと思うけど。よいしょ。直すとかないのかな。なんか炭鉱がありそうなもんですけど、うん、ちょっと見てみるか。カッパーアイアンオレ、あー、化石。将来的に使えそうな鉱石は見つかってるけど、マナポーションのやつは7個しかないね。めっちゃ少ない。あ、下にあるね。この辺で取るのが一番よろしい。あ、ここめっちゃあるね。なんだろうな、これ。カッパーかな。さあ、デイリーが分かんなかったな。50個、なんか50個作んのかな。さあ帰ってきたぞと。さあまずはブリックさんも足りるんじゃない。これちょっと待って、54個持ってんね。なんで持ち歩いてたんだろうで、ボトル入れて、で、こっちに青いの入れます。うわ、虫、気持ち悪い。しまっとけ、こんなの。あと全部いらないから、しまいしまい。待ってよ、もうチェスト入んないんだけど。これ良くないな。一旦あるのをチェスト側にすればいいかな。最悪。まあでも拡大だよね、優先は。まず足りるかどうか。ブリック50も
ん、手持ちないからか。これはいけて、あ、いけるな、これいけるぞ。もう手持ちにいるんだ。そんな持たないでしょそんな手持ち祭りいる。あ、間違えた間違えた。案外簡単でしたね。じゃあ戻って寝ると多分広がるので、あと、じゃあどうしようかな。焼いといた方がいいかな。この辺なんか焼けないの。美味しい。あ、し、焼いてる焼いてる。あー、綺麗な石なのかな。ストーンがね、焼いた石が、あー、ボトルみたいな感じでただ出てきてんのか。まあ寝よう。まあ、店に置いとこうかな。はい、青は、青今からか。ごっちゃになってないか。まだ結局ボトル足りないからいいや、寝よう。いやー、25だもんね、1日ね。でも高いの売らないとってなるよね、そうなると。さあ、起きて拡大してボトルもなんか増えたりしないのかな。税金か、あ、おばさんかなおばさん 25% 持ってってんのかな。売り上げからね。あ、広がってるんじゃないですか。あ、広がってるね、下に。ここでめっちゃでかいね、将来的なめっちゃでかい自動化工房を作り上げると。さあ、これでおしまいと。さあ、このね、マジカルポーション工房、製品版は日本語に多分対応してる。まあ、たまにね、偽もありますけど。まあ、タイトルもね、マジカル、星、ポーション工房っていうね、はっちゃけてるんで、まあ、文化的には合わせてきてると思うんでね、翻訳は多分されてると思うんですけど、これはね、面白そうですね。そんな自動化の部分があんまり、ね、こう、分かってないんですけど、今んとこ作ったものとか、ね、全部自分で入れてるんで、入れたり出したりね。その辺がどれくらい自動化できるのかなと。なんか人雇うかなんかね、こう、運搬的なね、そういうのをやってくれる何かが欲しいなと思うけど、まあ、右見るといろんなね、まあ、メインストーリーだったり、ショップのカスタマイズ、でもっと多いバイオームとか、いろ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 あるよと。これ楽しみなゲームですね。